どうもどうも、こんにちは、おじいです。本日はマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゆうちゃんいらっしゃい。こんにちは、ありがとう。ちょちょ、いらっしゃい。今日はですね、あれですね、ゆったりマイクラやっていこうかなという感じでございます。チャンネル登録数700になるまでって書いてますけども、なってほしいですね。一言。いや本当になってほしい。いやまあそれは一旦置いといて、今日はねゆったりとマイクラやっていくんですけども、まあ、ゆったりどうせやるなら普通にサバイバルやるより、なんていうのかな、フリーダウンロードであるワールドで一つちょっとなんか、変わった感じのをやってみたいなと思って、あるワールドをダウンロードしてきてですね、そちらでちょっと遊ぼうかなと思っております。まあ、ゆったりやりますので2時間ぐらいもやるんじゃないですかね、そんな感じで、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。イエイ。ということでね、やっていきましょう。じゃあゲーム画面出しますかね。まあ、いくらよいしょ。久々だね。僕マイクラ立ち上げたも久々だね。こないだ、いつだったかな、いつだったか忘れたけど、しおちゃんのね、実況者さんの、ワールドにね、遊びに行かせていただいて、その時立ち上げて以来なので、相当立ち上げてない。まあ、やっていきましょう。なんかいろいろ変わってて、もうわかんねえわ。マイクラの世界。このザ・ファイエガーデンっていうのかな、フェイエガーデンなのかな、ちょっと読み方わかんないんだけど、ここでね、遊ばせていただきまーす。まあ、行きましょう。あ、ちょっと待って。たまにさ、読み込み範囲が僕バカみたいな数字になってる時あんのよ。それを、ちょっと待ってね。どこで見るんだっけ、どこで見るんだっけ。まあ、一回入ってみっか。うん。一回入ってみよう。ねーい。結構ね、しっかり作り込まれたワールドなんですよ。範囲はね、ある程度の狭さ、2000×2000 ぐらいかな、のワールドなんだけど、まあ、めちゃくちゃ作り込まれてるワールドなので、重いと思うんだよ。単純に。なので、ちょっとね、あれしたいと思います。その、なんだ、読み込み範囲とかね、縮めて、ゆっくり見ていきたいなと思います。お、ケリスさんいらっしゃい。どうも、こんにちは。どうもどうも。どうもどうも。どうもどうも。配信が11時間前ってなってるんだけど、その辺やってません。なんかあれ、マグですよね。なんか、最近よくそれなる。ちょっと待って。今、このタイミングで。あ、これ、クリエイティブ、ピースフルになってるね。まあ、街見に行くって感じでいいか。じゃあ。ね。これ、どうなってってんだろう。お、俺亀さんいらっしゃい。どうもこんにちは。ちょちょいらっしゃい。ありがとう。お、あと一人。お、すごい。あと一人になってたか。ちょっと僕ちゃんと見てないけど。素晴らしい。あ、やっぱり。とんでもない数になってる。そう、これね、いつもとんでもない数からスタートするんだよね、いきなり。70何チャンクとか。とんでもないよね。そら重いわって。よーし、来たー。来ました。もうちょっと読み込んでもいいかな。まあ、こんな感じのワールドでございます。ありがとうございます。よし、やっていきますか。サバイバルって僕書いちゃったから、サバイバルにしようかな。設定変えれるよな。サバイバルでノーマルで、これ敵出てきちゃったらあれかな、ワールド壊れちゃうのかな、大丈夫かな。はい、というわけで、やっていきたいと思います。そう、キノコがたくさん。そうなのよ、そこにね目がいっちゃいました。後ろにもねキノコいっぱいあるんだよ。ほら、ちっちゃいキノコ見て、白いキノコとかオレンジのキノコとか、なんか変な色のキノコとかいっぱいあってね、すっげえ可愛いんですよ。ただ今サバイバルにしちゃったので敵出てくるよね。あそこになんかいっぱい細かいの浮いてるけど、あれも多分ね、ちゃんとしたなんかがあるんだと思います。読み込み範囲でね、読み込めてないけど、まあ、その辺も楽しんでいきましょう。よいしょ。じゃあ早速いきますか。な、これなんて読むんだろう。フェイエかな、ファイエかな。いいですね。これが世界樹らしいですね、このワールドの。うわ、お花とかも可愛いね。こういうリソースパックなんだな。なんかね、まとめて取れるリソースパックというか、そういうのをまとめて、あー、橋がこっちにあるのに、こう川にすぐに行っちゃう悪いとこですね。
が可愛いですね。この建築の感じもいいですね。アメジストジオードが上に浮いてる。いいじゃんこれ。いい景色。素敵。なるほどなるほど。こんな風になってるのね。ただ僕ちょっとサバイバルにしたから。おお、ランタンも可愛い。あの装備整えないといけないよね。どうしたもんだが。あ、しかもジャンプしなくても上がれるようになってるわ。素敵。ヒュー。なんかあの根の張った土とかこううまいこと飾り付けにされてるんだ。ハスとかある。ハスがあるんだけど。そこ水の中入るんかいって。ハスがあるよ、ほら。これまあ取ってしまったら多分違うあの世紀の名前になっちゃうんだろうけど、ハスとかすげえな。せっかくの世界観だけどちょっと壊してしまいましょうか。ちょっとあの木が欲しいですね。ちょっとこの木もらっていいですか。これね、ろうそくの使い方も可愛いよね。ほんと可愛い。ちょ見えねえわ、見えねえ。あ、ちょ、ちょっとせっかくの可愛い作りのねワールドなんだけど、早速壊させていただきますね。動物も枯らしていただきますね。あ、取れないね。ちょっと作業台ぐらいは欲しいですね。なんかでも明るさ的にあれだな、敵湧くんだろうな。なんか建物がありますね。ちょっと先に作業台作っちゃおうかな。ちょっと待って、僕あのやり方忘れてるわ。こうしてこうして作業台にして、で何いるかな。なんか大体何でもありそうだけどな、このワールド。まあ一応のツール作っとこうかな。構築って斧とつるはしとぐらいでいっか。剣とかいらねえな。わ、マイクラ久々だ。なんか変な感じする。これすげえな。なんだこれ、なんか漁村のあの怒りのマークみたいな。あ、なんたのあれだ、赤に窓だこれ。すげえ面白い、このリソパー。これね、リソパーだけのあれもあるんですよ、ダウンロードも。なのでこのリソパを使って自分でねワールド作ることもできるっぽいですね。これしかもねフリーダウンロードなんだよ。とんでもないよね、フリーだからね。わ、すげえ山、牛さんいるね。ちっちゃい牛。あ、豚だこれ。え、豚だよな。え、なんか角生えてっけど。かわいいなお前。尻尾これだから牛なのかな。なんだお前、キメラかな。キメラっぽいな。怪しいな。作られた存在かもしれないな。ん、またなんか生き物いますね。なんだ、なんか変なのいるぞ。頭に葉っぱ生えてんなお前。誰だお前は。誰なんだ。大根か、大根の擬人化か。誰だお前は。なあ、ちょっと聞いてる。あ、聞いてるな。聞いてるっぽいけどな、誰かわかんねえな。羊かな。そうだね、羊かな。いやいや、怖い。柵かわいいですよね、本当に。おじいさんのグラボって G フォース。あ、そうです、 G フォースです。なんか2000何番です。そんな新しいのでもないと思いますけどね。かわいいよね。あ、オロルいらっしゃい、ありがとう。こんにちは、いらっしゃい。ダメダメ。こんにちは、ちっちゃい。いらっしゃい。いや、面白いワールド。もしね、このワールド興味がおありになりましたら、あの、概要欄に、ダウンロードのね、リンクのページ、ページのリンクを貼っておりますので、よかったらね、見てみてください。まあ、ちらっと覗くだけでもね。まあ、あの、海外のサイトじゃないな、海外のサイトなのかな。なので、ちょっと翻訳してみた方がいいとは思いますけどね。ただフリーダウンロードってね、ちょっとダウンロードの仕方がね、いろいろ慣れないとややこしいかもしれないけど、
まあ、もし分からなかったらまた聞いてください。なんかこのページ触っていいのかなみたいなページに行っちゃったりするからさ悩むんだよね。このキノコがさいろんな種類あんのいいよね。これ取ったらどうなるんだろう、何になるんだろう。これだね、タイルマッシュルームドットワンネームっていう、あのすごいメタい名前になりました、うん、メタくなりましたね、これナンバー2かな。茎がないバージョン、茎っていうのこれ根っこがないバージョン、タイルマッシュルーム2ですね。やっぱ2ですね。2です。あ、置いてみようか。そうだね。置いてみようか。置いてみますと、あ、ちゃんと置けるよ。ほら。置けるね。もうさっきみたいなこの土から生やす方法っていうのは方向があんのかな、これ。方向によって変わりそうだね。あ、そうだね。なんかこう、ちょっと横から出てる感じになってるもんね。あ、お家だ。調べたんですけど、マイクラ側じゃなく GForce Experience 外側に勝手に統合版マイクラがチャンクスを決定する設定があるらしいです。そこを変えないとそれが、あ、なるほど。あ、でもね、僕いつもその GForce のアプリで立ち上げてるんですよ、マイクラ。あのランチャー開くのめんどくさくて、その GForce のアプリ開いて、最適化してスタートするパターンでいつもやってるんで、その最適化がもしかしたらこの76チャンク、76かな、わかんないけど、のチャンク数になってるの、うー、なんかいたー、なってるのかもしれないですね。なるほど、ちょっとそれまた後で見てみます。最適化してその数ってすごいよね。とんでもねえ数なんだけど、いつもガッチガチになるんだよね。だいたいあの配信とか収録でマイクラって立ち上げるからめちゃ重なんだよね読み込まない読み込まない。いやー、かわいい使い方。うわ、待って、このでかいキノコめっちゃかわいいんだけど、これなんていうの、マッシュルーム3、タイトルマッシュルームナンバー3だと思います。はい、どうぞ。ザ・ビッグシュルームドットネームでした。違いましたね。ちょっとこのリソパ落として、僕このリソパでマイクラしようかな。めちゃくちゃ可愛いね。キノコがいっぱい使えんのいいな。まあ僕のね、僕がキノコとして、なんかいる。あれ、人か。人にしてはちょっと溺れかけているけども、あいつなんだ、これ誰、これ人なのかな、村人、なんか背負ってるね。あ、違う、なんか羽生えてる、エルフみたいな。で、なんか持ってるよ。なんかね、荷物みたいなの、カバンみたいなの。ほら、これ何これ。誰誰。あ、ね、こういうあの小麦とかは普通のマイクラと一緒なんだ。面白い。いいですね、いいですね、素敵。あ、敵はやっぱ普通に湧くようになりました。サバイバルにしたんで。これ敵湧きすぎてもうめちゃくちゃ重くなりそうだな。なんか水がね、多いから。わ、ここ一周するだけでも結構。わ、そこのなんか吊り下がってる感じもいいけど、まぁ、ちょっとあれは後で見に行こうか。わ、お家も素敵じゃん。わ、ここの使い方も上手ね。素敵ね。それほどで、あ、じゃあしんちゃんの声がわかんないわ。ねね先生だっけ。なんか人型の全部豆腐に見える。豆腐クラフトの影響。豆腐クラフトって何ですかっていうのがあったんですね。あるのかな、これなんだろう。これもともとこういう鉢植えのクラフトなのかな。これクラフトの仕方覚えないといけないね。でもね、このワールドでやるならね。なんかだって飾りみたいなのもあるもん。これはね、昔僕違うあの動画でこういうなんかあの飾りをつけれるリソパご紹介したことあるんですよ。なんかそれにちょっと似てるな。やっぱその辺はちょっと似てくるんだろうな、どうしてもね。あ、そうそう、ガーランドね。そうそう、ガーランド言いながらな。お、なんかいるな。あ、じゃあキノコだ、あれかわいいよね。ちょっとこのお家入ってみよう。
ポストとかあるやん。え、このポスト使える？あ、使えない。さすがにこれは使えないね。ガチャ。ピボーン。ピボーン。おい、いるの分かってんだぞ。開けなさい。おい、いるの分かってんだから。あ、来たね。綺麗。あ、おしゃれな家。狭いけど、こう必要最小限のものたちがちゃんとある感じですね。かまどあって、ご飯作れて、鉄鉱石とかも焼けて。え、いいじゃん。あ、僕このワールドで逆にサバイバルしようかな。いや、どうなんだろうな。もうもともと出来上がっちゃってるけど、これもそれでありかもな。ただね、ワールド自体はね、結構狭いんだよね。最初の方にも言ったと思うんですけど、 2000×2000 とかなんで。これ何？飾り？飾りのためだけのこれ？めちゃくちゃもったいねえけど、めちゃめちゃ可愛いな。うわー、この飾り付けとか洒落てんなー。桶とかある、おもろ。だから建築さん建築好きさんにはたまらんだろうね。いや、外せると思う。これでも 何で言ったらいいんだろう。斧でいいのかな。なんか壊れ方が怖いんだけど大丈夫かな。シルク、あ、いけそう。タイル、ウーテンバケットだって。かわいい。いいですね。じゃあこれも取れるのか。これって斧かな、ツルハシかな。適正ツールがわかんねえ。いけた。ファイヤーワン。あー、ファイヤーワンだそうです。いいですね。木のバケツまんまやったね。まんまが一番わかりやすくていいのよ。なんかややこしい名前にされるようにね。ファイヤーワンもね。ファイヤーワンはいろいろちょっといろんな想像してどれかわからんくなるけど。いいじゃん、素敵。これを自分で作れたら最高だね、このワールドをね。今はちょっとこのね、作られたワールドを見ていますが、ただ今僕ここに来てるので、クラフト要素としては作れんのかな。あ、作れそう。見て、今のほら、多くの板材3つでブランコ作れんだけど。え、作りてえ。フェンスはまあ普通か。フェンスは普通だな。これ何？これゲートかな？はいはいはい。あ、バケツいるんだ。やっぱ木のバケツ作るのに。木のバケツ作るのに中にブリキのバケツ入れるんだね。これはフラワーボックスね。はいはい。あの鉢植えみたいなやつ。お花が真ん中に入れればできる。で、これもファイヤーなんじゃな。はい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 。そうね、ちょっと見たいよね、ブランコ。チーク作ってみるわ。どこに飾ろうか。めちゃくちゃ可愛いんだけど、これでも僕、夜にならないのかな。太陽動いてない気がするな。ずっと昼間の設定になってるかもしれないね、これ。まあまあ、それはそれで今安心だからいいけど。ちょっとブランコ置いてみよう。どうやって置くんだろう。こうでいいのかな。あれだね、あの鎖とかで延長した方がいいね、どうも。そうだね、鎖とかで延長して。あれ、あ、あったびっくりした。なくなったと思った。短かったね。チェーンをこう何本か下げてこれを置くみたいな感じの方がいいかもしれませんね。ちょっといろいろ見ていこう。いいね、素敵だ。ちょっとこの釜登りしてみてもいいですか。うわ、ここおしゃれやん。こういうのとか、あの TikTok でこれの作り方とか簡単じゃん。なんかツタみたいなピーってつけて、あのね、葉っぱブロックつけるだけだから。なんだけど TikTok の人たちはね、こういうの好きなんだよね。こういう作り方とかあげたら多分すぐにね、あの、まあ、バズりはしねえだろうけど伸びるだろうね。皆さんぜひ真似してみてください。著作権者がいるかどうかは知りません。いいじゃん、いいじゃん。よいしょ。あ、泳いで登ってるのかなと思ったら普通に立って上がってましたね。滝登りね。
さまざまな豆腐や豆腐のディメンションを追加するモッド、そんなのがあるんだ。なんか基本的にあの統合版の何こういうリソパって結構 Java で使ってて素敵だった人気だったやつとかが統合版に移植されて、移植っていうか作り直されてなってるやつ多いじゃないですか。だから大体あの Java やってる人、もともと Java でやってた人とかは、あ、これ知ってるみたいなの結構多いですよね。あれっぽいなとか、まあそりゃそうだろうな。統合版やってて Java に憧れるみたいなのもあるもんな。すごくわかる。なんか Java ってちょっと憧れありますよね。ただ統合版の素晴らしさといえば、パソコン以外でできるという素晴らしさですね。あとはそうだね、いろんな人とできるみたいなもんですよね。統合版は Java のパクリ、まあ、間違ってると言いづらい言いづらいんだけども、まあそうかなとも思っちゃうな。まあ違うゲームですもんね、言ったらね、この統合版のマイクラと Java のマイクラって。だからそう、違うゲームと考えれば Java 版のマインクラフトをパクった感じはしますけども、あんま言わないね、言わないね。統合版もねいいですよね。待って、あそこになんか城みたいなのあるんだけど、うわ、あの城すごない？わー、クリエイティブにしたかったな速攻クリエイティブにした。ちょっと待ってね、僕あそこ渡りてえんだよな、あの橋みたいなやつ。ちょっとあっこ行ってみっか。遠いけど、めちゃくちゃ遠いな。うわー、すげえな、いい世界だな。あの空になんかアメジストジオードみたいなのが浮いてるんですよ。あれもいいな、神秘的。神秘的なのにちゃんとマイクラのワールドだね。そこもいいよね、なんか変にファンタジーすぎない。そこがいい、素晴らしいですね。いや面白いな、こういうの考える人って山ほどいるんだろうね、世界にはね。なんかほんとちょっとしたことでこんなんができたらいいな、あんな世界作れたらいいな、でもそのためにこれが足りねえな、じゃあ付け足そうみたいな感じでこう増えていってるんだろうね。そうそう、基本的なブロック普通の見た目だからそれがいい。何やっこう、あれ世界樹か、一番最初のあんなの鳥かごみたいになってたんだね。みんな見えてるかわかんないけど、あれね、真ん中のやつね、あれすごいね。あとでちょっともう一回、わー、キノコがいい味出してるわー。なんだろう、外国の方って結構あのこのキノコをさ結構こだわって作られる方多いんだけど、この見た目的にね、好きなのかなキノコ。それともまあまあそのなんて言うんだろう、キノコっていうのが一般的なのかな、そういうのが好かれてんのかな。いいよね、ね、鳥かごっぽいよねあれね。統合版はモッドじゃなくても新規でブロックを追加できるので既存のブロックを変える必要はない。あ、なるほどなるほど。だからまあある意味見た目は好きなように作れるってことですね。うわーすげー、ここの上歩いてるよ僕。これ見えるかなみんな。いや、わかんねえだろうな、これね。今すっげーとこ歩いてんだよ僕、伝わんねー伝わんねーよ、伝わんねえなあ。まあ、とにかくとんでもねえとこいいんだよ。あーすげえ、洒落てる。あ、すごい、全部あの山々がこう橋でつながってんだここってね。橋っていうかこの道ね、これを道と呼んでいいのかわかんないけど、なんかいっぱい飛んでる、気持ち悪い気持ち悪い。なんかあの春先にこういう虫いっぱいいるよね黄色い虫わかるかな、みんなの地域にいるかわかんないけど、この春先とかにこの黄色い虫いっぱい出てくるときない？あるかわかんないけど、なんか一瞬それ思い出した、なんかゾクッとした、鳥肌立った一瞬。いや、すごくファンタジーな風景なのにね、申し訳ないこと言いました。ただあるよなこういう虫。
昨日も虫のゲームやってたからちょっと虫が頭にね残っちゃってるね。口の中に入るやつ、あ、そう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 、あの自転車とか、あ、自転車ね、特に乗ってると口の中入ってきますよね。なんか入ったと思ったらもう気管の近くまで行っちゃって、なんかペペペペみたいななっちゃうやつ、あれ困るよね。あれも風物詩だね。原付とか乗ってたらあの目に入るやつね。ああいうのは何でも入ってくるんだろうけど、いっぱいいるなこの辺。白とかもいるんだな。ちょっと僕ね、あっち側の城を見に行きたいんで、ちょっと向こう行ってみます。やっぱ夜にならないっぽいよね。ずっと昼間の設定だな多分。でも私都会なので出会ったことはない、都会なのでぶち殺しますよ本当に、ね、本当にじゃねえ。いやでもとりあえずぶち殺しますよ田舎いいんですよ、田舎もうね、日本の原風景が見れて素敵なんですよ。まあ素敵かどうかっていう話はしてないだろうけど今そうね。いや田舎者は野蛮だわいや言われてもおかしくない、今のはぶち殺すか言ってたもんね。うわ何ここ、あすげー、ほらもう田舎者はこういうのでも感動できる、すごいな、感受性のラインが低いんだろうな、何見てもびっくりできる、うわーこれが都会と田舎者の違いだな、いいなぁ、田舎者っていろんなことに心がくすぐられて素敵だなぁ。いや本当に田舎者はいいよね田舎者に怒られそうですね。いや怒った段階で田舎者を認めたってことになるのか。そうだな、ブルーホールっぽくて好き。ブルーホールってあれですよね、あの実際にある現実のなんかこんなやつですよね。わかりますわかりますわかりますよ、言ってることは、言ってることはね。ちょっと待って、なんか向こうにもあるな。都会の人でもブルーホールの良さがあるんだな、ちょっと勉強だったな。これこっちからどうやって行けばいいんだ、これ上がれるのか。まあもともとこれクリエイティブ設定のゲームだから、まあこうやって人力で登るっていうもんじゃないんだろうな。もう壊せばいいか、よし、こうやっていけばいいのか。あ、これ石だ。よし。ちょっとあの城みたいなやつが気になる。わでもここも綺麗だね、ここの地形。これも作り込んでるよね、あの形。あのキューってちゃんと段々で下に落ちていってるもんね。あ、ちゃんとこの川あそこの池に流れ込んでんだ、すげえ。なんて言うんだっけ、カルテラ、カルデラがなんかってありますよね、山の中のなんかこういうカルデラだっけ、ちょっとあの言葉がわかんないけど、だからこういう山のさ、この水が溜まってる池みたいなやつっぽいね。まああれって山の中にあるのかな、わかんないけど、すげえ、めちゃくちゃいいじゃんこのワールド。これマジでサバイバルで一から作って、うわーあれだ、すごい魔女住んでそう。え、でもあれ上上がれないかな、もしかしてサバイバルだと。なんか積み上げないと無理かな。あれ上入れるよね。あれで内装なんもなかったら面白いんだけどね。わ、すごいな。どうなってんだろう。なんか看板あるね、でも。誰か来た？え、しかもこれ、このブロックあれですよね。高えやつ。高価な鉱石だね。どんだけマイクラやってないか分かりますよね。ナイトシェードマジカルタワー。デザインノットファイナル。意味わかんない。あ、なるほど。鎖でこいつが上に飛んでいかないようにしてあるんだ。あ、もしかしたら飛行石かな。島をつなぎ止めてるみたいな。なんてファンタジーなことを思い浮かぶんですか。いや、その想像力に素敵すぎる。なるほど、その想像力がいいわ。
みんなのイマジネーションをかきたてますね、このワールドが。うわー、そう考えたらより素敵になった。ただあれどうやって登んの？これがシータの慣れの果て。どっち？こっち？シータの慣れの果てこっち？シータって女の子の方だっけ？そうかそうか、お年を召してしまったんだろうね。そのうち島ごと飛んでいくやつ。そうね、最終的にはね、島ごと飛んでいっちゃうやつだね。ちょっと待ってね、鼻かびます。うん、鼻がやばい。あれどうやって上行けばいいんだろう。積み上げるしかないよな。でもこの辺地形壊すのやだな。どうしようかな。うわ、この木とかも自分で作ってんだ、あのスカスカ感。これ全部自分でやってはるよね、この木とかも。これすごいな。どれぐらいかかったんだろう、これ作るのに。このワールド、ほら、このスカスカの感じ。エリトラ早く取ってきて。ネザいけんのかな。いけるよな、多分。エンダードラゴンいんのかな、このワールド。どっかにいるのかな、 2000×2000 で絞って作ってたら。その 2000×2000 内で、まあ1000ぐらいでいけるもんね、大体一番最初の初期ですから。だから作ろうと思えば作れるか。いるかもしんないね。そこまで作ってるかな。オーバーワールド内だけだろうな。多分エンダードラゴンいるとことかは変わんないんだろうね。あ、そうね、ネザライトブロックあるもんね。いや、どうだろうね。サバイバルで作ってるわけじゃないから、ネザライトブロックもまあクリエイティブで出しゃいいだけの話になっちゃうからね。まあでもあるだろうな。面白い。ちょっとここのワールドでサバイバルもいいな。ちょっと夜にね、できる設定に後でしようかな。うん。で、ここの水が流れてきて、ちゃんとあそこで分岐するんだよ。で、分岐するところに木が生えててさ、めっちゃ洒落てるあれ。わかるかな、伝わるかな。めちゃくちゃいい。ちょっとあそこ登りたい、とりあえず。どっか崩していいような山ない？崩していい山なんてないんだけどね、この世界に。あ、この辺いいな、うん、崩していい山だ。何個必要だと思います、あの高さ。だから何個必要だと思う。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17。 まあ1スタックあればいいか。1スタックあれば大体届くよね、基本的には。マイクラの世界なんて、なんてなんて。よいしょ。いや、エリトラ欲しいな。ここエリトラで飛び回れたら本当気持ちいいでしょうね。まあクリエイティブにすればいいだけの話なんだけど、今んとこ進捗もなんもないから。別に今度ね、そのサバイバルやる上でこういうリソパンを入れまくった、あれやってもいいな、ワールドね。重くなるかな。リアルマインクラフトよりは重くならないと思うんだけどな。鎖一つ分のブロック数かける鎖の数。鎖一つ分のブロック数かける鎖の数。普通のこと言ってる？普通のこと言った？もしかして。あれ？これ土違うんだ。あ、粗い土混じってた。知らんかった。見てなかったな。どこで粗い土取ったんだろう。あ、これ粗い土だよね。え、違うか。これが粗い土か。なんか色味濃いよね、確か粗い土って。これ粗い土だよね、多分。都会なので殺しますよ。あ、そうだ、かけるさんが教えてくれたあのホットフットマット、あれめちゃくちゃあったかい。マジでいい、あれ最高です。最高でした。ただね、配信中使えないっていうことに気づきまして、延長コード買ってこないといけません。あの配信している机の下にまでコードが届かない、うん、延長コード買ってこないと配信中使えないということに気づいてしまいました。もっと届きました。あのね、
あれ教えていただいた日にもう購入して、あの配信終わってすぐに、そしたらもう2日後かな、え次の日かな、あいや2日後にもう届きました。うん、さすがアマゾン素晴らしい、ピッキングの人も優秀だね。これを届くかな、1スタックで、あの入れるとこまで、あれ入れるとこあんのかな、なんかあの出てるちょっと飛び出し橋みたいな、あそこいいよね、あの辺ちょっと気になるな、あの辺行ってみっかな。細かく注文しすぎてまだ何個も届いてない。細かく注文するってどういうことですか、いつ持ってきてとか、あそれともいろんなたくさんのものを注文しすぎてってこと、えどういうこと一個ずつ引っかかる。電気マットとも違うの、いや電気マット、電気マット、あのほんと電気マットだよ、電気マットのちっちゃい版で足を突っ込めるようになってんだよ、ちゃんとこうくるま、あらしまった、くるめるっていうかね、足をめちゃくちゃいいよ。わあ入れます、えここエンチャントルームだ、おしゃれすぎん、ちょっとあの落ちそう怖いわ、これエンチャントルームだ、ここまで上がってくんの大変だな、気合い入れてエンチャントしないと、いや違うじゃん違うかったわエンチャントルームと、金床と本があるだけだった、まあそういう部屋だな、かわいい、いいやん、あでもどうせならエンチャントテーブル置いてほしかったな、いいじゃん、あこの隙間いいな、これどうやってんだ、下もブロックじゃなくて塀にすればここに隙間ができるんだ、あこれおしゃれだね、この隙間なんかちょっとコワコワ感が出ていいじゃんね、落ちないけど絶対に、面白い。でここさ、これああ塀か、あそうだな、乗れないね、あびっくりした、なんでハーフブロックみたいに乗れるんだろうって今ちょっと思ったんだけど、違うかった、これ塀の上に僕は乗ってんだ、うん、なるほどなるほど、面白い、すごいね、素敵、雲に隠れてね、ちょっとあの雲晴れるの待とうかな、どう見えんだろう、うわいいじゃん、あしかも普通のランタンもある、普通のランタンもあるんだ、ランタンを変えたわけじゃなくて新しいランタンがあるんだ、あれ下のやつ、じゃああれ輝かないかもしれないね、あのランタンは、わいいやん素敵、ちょっと待って一回作業台見てみようかな、気になるな、あの下にあったランタンは飾りだけで本来のランタンではないのかな、機能的にはこれか、アウトドアランプだって、あでも松明3つで作れるんだね、なんか基本的に全部作れるっぽい、うん、あハスも作れんじゃん、ハスの葉を、あスイレンの葉を3つ集めるとこのお花が咲くんだ、うわー作り方もシャレてんな、まあでも増えてるのといえば 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 個ぐらいなのかな、作れるもので増えてるのは、うん、それ以外は別に普通のマイクラと変わんない、まあこれぐらいがいいのかもね、変にめちゃくちゃ増やすよりね、ただね村人の顔とかは違うっぽいですよ、うん、そうね、モブとかは顔とか変えてんのかな、あなるほど、レシピ設定しとかないと作れないというか、その想像できないっていうことですね、あーなるほどなるほど、まあ致し方なくってことですね、まあでもプレイヤーとしてもありがたいですけどね、作れるっちゅうのはね、
せっかくなら作りたいもんね。降りていくのすんごい怖い。いったーい。お、しかもここどこだ。あ、最初のとこだ。鳥かごのとこに戻ってきましたね。この鳥かごにとらわれて僕はここから離れられないということだな。うん、そういうことだ。なんか葉っぱバグってんな。黒くなっちゃってる。まあいいや。いいじゃん、いいじゃん。世界中があって。他はもう見れそうなとこないかな。なんかちゃんと探せばいっぱいあるんだろうけどね。え、待って。あれ、キノコの家だ。うわ、この作り方、知りてえ。これめちゃくちゃおしゃれやん。キノコの家。いや、今見つけた入れるの見て。これめっちゃ良くない？ああ、めっちゃ良くないって思いっきり隠してもた。これ、ちょっと細長いけど。これ、洒落てるなぁ。かわいいなぁ。そうか。ある程度形はもうまばらに作っちゃって。あれはテラコッタじゃなくてコンクリートだよなぁ。赤色の部分は。面白。ちょっと入ってみようかな。お邪魔しますせ。わ、細長いね。細長いけど上の導線があるんだ、これはね。はい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 、いいじゃん。なんでかこう絶対にチェスト開けちゃうよね。何も入ってないんだろうけど、ちゃんと窓もあるし、いいよ。ある程度生活できるな、最初。こっからサバイバルするか。これを一番最初自分の家にして。うん。ただもう、約1ヶ月ぐらい生活したら、この辺の、見た目、ごっそり変わるだろうね。灰がやられそうな家。金で。金でね。ただこれ、ベッドって、でどうやって作るんだろう。ナウシカね、確かに。あ、なんだっけ、何の金だっけ、忘れたけど。あ、ベッドあるじゃん。え、ここで生活するか。ここでサバイバルしようかな。じゃあ、まあ、ある程度揃った状態だけど、サバイバルって言うのか分かんないけどね、もうこんな状態で。キャンプかな。あ、キャンプいいね。うん、キャンプ、キャンプしますというコーナーでいこうかな。いいじゃんね。お家もいっぱいあるよ、この辺。何このちっちゃいかわいいな。これ入れんの？入れるわ。あ、誰かいる。え、これ村人じゃないよね。うん、攻撃できないから村人じゃないな。これ何なんだろう。こいつ何？このエルフ。これ何？何なの、お前は。ねえ。お前は何なの？誰なの、一体。まあ、羊か豚か牛かだろうけど、多分。めちゃくちゃ可愛いよね。あ、ベッドもあるわ。この子が住んでんだな。あ、ごめんね、お邪魔しちゃって、急に。ごめんね。隣人さんがいるっていうのは嬉しいね。素晴らしい。いや、背中可愛いね。本当にね。豆腐ちゃうわ。そうね。わ、これちょっと本当にここでやっていこうかな。1ヶ月ぐらい。まあ別に僕でもここから何したらいいのかわかんねえけどな。建築はもう別に必要ないでしょ、だって。じゃあ何ができる？このワールドで。このワールドでみんななんかやるとしたら何ができる？何をやるんだろう。まあエンドラ倒しに行ってもいいよな。エンドラいるのかな。これ牛でしょ、このブナみたいな顔。これこれこれ牛だよな。エンドラいるのかな。ちょっとこの辺も調べたいね。だからお前誰なんだって。
ちょっと一回殺してみようかな。あ、エンドポータルね。いや、そうなんですよ。エンドポータルあるかどうかが分かんない。ちょっと試してみる？今後のために。じゃあ設定で、クリエイティブにしてるでしょ。で、エンダーパール、エンダーパール、あ、エンダーアイだ。エンダーアイで、もうだんだん話が変わってきたなこのワールドでサバイバルするかどうかの話なんて言ったけど、よい、うわ、ありそう。だってこんなのもう取らなくていいから、座標とかはもう出さなくていいね。せっかくなんで見ていこう。あ、まだ向こう。おっ、空中キャッチできない。あ、物がなくても反応はするんですね。あってほしい。あってほしいな。ただ、あ、そうか、マグマとかは地下にあるかもしれないもんな。あ、え、問題が発生したためマルチプレイヤーのホストが停止しましたってなったな。なんだ、どういうこと？マルチプレイヤーって何？誰かいてる今。なんか範囲外に出ちゃった？そんなんじゃないよな。いや、すげえぞ。いや、結構ずっと向こうだな。まあまあ来てる気もするけど、まあそんな来てねえのかな。パズーパズー出ちゃった。マルチプレイヤーシータいるかな。シータって言いに来たのかな。ならしゃあないな。あ、でもこの辺街作れるね、自分のサバイバルでやるとしたら。ちょっと外れればね。あの中央ぐらいなんだ、ちゃんとこう、ま、村がね形成。待って、城が出てきたんだけど。あそこにエンダードラゴンのさ、あれあったら面白くない？あ、村あるんだけど。わ、あそこがあの魔王の城みたいになったら面白いなと思ったんだけど、違うかな。え、村めっちゃかっこいいんだけど。え、ここ結構ちゃんと作られてる。すげえ。これ魔王の城だってくれ。いや、違うな。違うんだな。ちょっと見に行こう。ちょっと見に行こう。ここすげえんだけど。ちょっと廃墟感あるな。だから、あの村から見えてる城ってことだよね。あ、妖怪ね。確かに。よし。お邪魔しますよ。邪魔するんやったら帰ってや。はいよー。はいよー。よいしょ。なんだここ。まあ、ここはでも、なんかさっき見た感じ、空洞っぽかったよ。中見れないな、でも。あ、中入れないようになってるな。もうこういう、あ、いや、入れるわ。お邪魔します。わ、ちゃんとあるな。え、あ、座るとこある。なにこれ、サウナ？サウナみたいなとこあるんだけど。あ、あ、こっちにも。あ、いや、本当に教会なのかも。プリンセスシンプリミプリっていう人がここにいるのかな。っていう人のお城なのかな。なるほどなるほど。すごいシンプルな玉座だね。じゃあ村も見に行きますか。いいじゃん。これこん中上とかありそうだな。ないのかな。空洞だったな今そういえば。すごい、この辺も多分砂埋めたんだろうね。え、向こうにもなんかない？いや、気のせいか。え、ここ広ー。ちょっと待って、ゆっくり行こう。せっかくだから、ちょっとあのこの道沿いで行こう。ちゃんとなんか作りかけの雰囲気あるけどな作りかけてる途中でやめちゃったみたいな感じするけど。
あでもちゃんと下がさ、こういう石の家なんだね。うわ、鉄鉱石とかあるわ。商店なんだここ。あーなんかこれマルチプレイできるようにしてあんのかな。なんて書いてんのこれ。シムチューザベッドロッククラフター、菓子屋さんだ。え、これ菓子屋の家。あ、すっからかんだ。あぶねー、くしゃみが間に合った。ミュートが間に合わないかと思った今。いいねー、素敵じゃん、素敵じゃんか、じゃんか。やっぱこういうさ、シンプルなのいいよね。このバニラ感がちゃんと残ってる状態で、まあ、多少いろんなね建築物、わー、ここであの漁師の人たちが飯食ったりするのかな。これ酒かな、密造酒かな、密造酒かな、うん、言えた、密造酒かな、うん、ちょっと部屋これもう迷うな、なんか、あ、うん、ホテルかな、うんうん、ダブルベッドでね、ちょめちょめするんでしょうね、うん、ここシングルね、はいはい、あ、ここもダブルなんだ、ここかわいそうだね、ここもダブルでさ、こっちダブルでさ、ここシングルやからさ、ここで寝る人多分いつも悶々とするんだろうね夜、こう両方から声聞こえてくるからさ、何の声かわかんないけど、まあ声は聞こえてくるじゃん、悶々とするだろうね、かわいそう、かわいそうです。あ、僕なら作らないね、うん、全部シングルにするよね。ここいいな、路地裏、こういう路地裏好きなんだよね、素敵、かわいい世界、ほんとだね、かわいい世界。悪いな、のび太、これ一人用なんだ、ジャイアンいるな、うん、ジャイアンいる、悪いな、のび太、あ、でね、で無理だわ、スネ夫かな、スネ夫かもしれない、こんな旅館をね、待って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 、あぶねあぶねあぶね、モンスターハウスになってる。すげえ、トラップ作れそう。暗いから湧いちゃったんだ。わあ、そう、僕今サバイバルにしちゃったからだな。うん、湧いちゃったんだね。ノーマルだし。びっくりした。入ったらモンスターハウスなんだもん。わあ、すごい、見て、ちゃんと木が伐採された跡がある。ほら、このね、ちゃんとこの1個だけ残して、1個だけって言わんか、この幹の部分だけ残してまたこう成長していくんだろうね、ここからピョコって芽が生えて、だからちゃんと置いてあるんだこの1個、あの仮、これ全部刈り取るわけじゃなくてね、うん、ちゃんと残してるんだね、すげえ素敵だー、なるほどなるほど、いいじゃん、いいねいいね、これよく見るよね、このレールをこうかけてるようなこの木、大木、この切った木を止めてるってこと、なんだろうね、うん、すごい素敵、ちゃんとこの切り株残すっていうのが憎いよね、すげえ憎いですね作りが。ここ何、あ、ここに乗せて運ぶんだ、だからここを馬かなんかにね、うん、こう運んでもらうんだろうね、あーはー素敵、わ、こっから見えるあの教会みたいなのマジで素敵じゃん、すごいね、え、村みたいなのにもう村が全然見れない、ちょっと周りのさ世界観の作り方がすごすぎて、ただここでサバイバルはちょっと違うな、うん、でも中カランドだから、ここにさ何人かお友達を呼んでここでマルチで生活するのいいかもね、うん、いいかもね、うんうんうん、そうね、だからそうだな、まあ何人か、5人とか3人とか何でもいいけど、こうここに一つの村を形成してサバイバルやってみるの面白いかもな、うん、一つのね、まあ一本の動画分ぐらいにはなるんじゃない考え方がちょっとあれだけど、いいじゃん、あ、水のこの段差の作り方もいいね、これわざとやってんだろうね、水こうね、うん、マスで埋めたりしてね、飛行石使えばいいのに、わ、すっごいこと言ってる
あ、そうそう、荷車、荷車。そうそうそう。パステリンショップオブポケツ&バックス。どういう意味、これだからあれできるよね、茶番みたいなの。ここでね、だから一つのセットだと思えばいいんだ。あ、ちょっと待って、あ、くしゃみがめっちゃ出るな今日。ほこりっぽいのかな。あ、そうだ、エアコンつけっぱなしだ。エアコン止めて。いやーすげー、ここなんか一つのなんか作れそうだな、物語が。この港町で。ちょっとなんか考えたいね。面白いかも。ちょっとこの船も見たいね。どうなってんの？いや、僕あの、タイトル、サバイバルって書いちゃったけど、めちゃくちゃクリエイティブなんだよな、今。申し訳ないね。うわ、これかっこいい。なんか男の子ってこういうの好きだよな。こういうなんかこうごっついの、ごっついの好きだよね。これなんか積み上げたり釣り上げたりするんだろうね。どうせならあのなんか USJ みたいにあのジョーズがさ、こう釣り上げられてるような場所とかあってもいいよな。ラフトみたいだね。あ、かおちゃんいらっしゃい、ありがとう。こんにちは、いらっしゃい、ちっちゃい、いらっしゃい。これ向こうの船ってどうやって行くんだ。あー、向こうから行くのか。下から行くんだな。あ、ちゃんとさ、船乗り、船着き場があるわ。この下から、ほら、ちゃんと船に向かって行けるようになってる。ほれ、ほれほれ。素敵すぎんかい？あ、お昼ご飯食べながらね。ゆっくりしてね、ゆっくりしてね。これ下、収納？収納になってんだ。これでも下降りれないな、怖くて。船素敵だよね、ロマンがあるよね。これ下降りれんのかな、こっから。うわ、すげー。まあどうせならここ下に降りてさ、さっきのあの荷物置き場みたいなとこ入れるようにしてほしいな。ベッドもあるやん。ちょっと素敵なんですけど、何も書いてね。何？エンチャントできる。はいはい。エンチャントという文化はあるんだね。ただ見えないように隠してあると。何？なんもないね。登れないんだけど、ランタンで。で、上に登って。ワンピースごっこもできるよと。あー、なるほど。そうね、お魚とか入れるとこかもしれないね。あ、赤レンガの煙突とかあるわ。よく見たら向こうは向こうでちゃんとあるんだね、街がね。ちょっとちゃんと見てったらいろいろあるのかもしんねえな、ここ。その巨大クレーンは多分後ろの回し車に人かなんか乗って回して動かすんだろうな。待って、これ、これ、これのことで、これハムスターみたいにカラ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 みたいにわ、この街灯めっちゃかっこいい。それはそれで面白いけども、あ、ここちゃんとなんか運転するとこなってるわ。すげえ、めちゃくちゃ作り込まれてるやん。この穂先か、穂先って言わないか、この船のこのこの前の部分かっこいいよね、こういう円形ね。洒落てる。お、ママさんいらっしゃい、こんにちは、いらっしゃい、ちち、どもどもん。今日はね、あのサバイバルというタイトルを銘打ってますが、全然サバイバルじゃなくてめちゃめちゃクリエイティブで遊んでます。ちょっとね、素敵すぎて見たくてクリエイティブにしちゃった。仕事先なので無音で頼んでる。あー、ありがとうございます。無理しないように、あの危ねえと思ったらピッて切ってくださいね。あのバレちゃうってなったな、本当に。あ、無音で楽しんでるんだったら僕の声聞こえてねえか。面白いかな、この絵だけ見て大丈夫かな。翻訳入れといたらよかったね、字幕出しといたらよかったね。い
や素敵だ。そうか、 YouTube の機能で字幕出せるか。いやいいじゃん、音なくても楽しいよ本当。まあこのワールドがすごいもんね。うん、ここは誰かのワールドなの。このザ・フェイエガーデンって僕の名前の上にあるんだけど、このザ・フェイエガーデンってちょっと読み方わかんない、合ってるかもわかんないけどってなってるやつの配布ワールドです。うん、あ、字幕利用不可になってます。あれ、僕の設定だな。じゃあ苦笑。いやいいじゃん、素敵。わあ、ここも素敵だな。やべえな、これここでやっていこうかな。まあ、ちょっとあのエンドラだけ確認したい、ね、うわ、ここめっちゃいいんだけど、これ男心くすぐる、これいいね。あのなんていうの、変にさゴテゴテしたでっかいなんか作り方じゃなくて、ちゃんとなんとなく荷物乗してるの分かる、でもシンプルっていう、これがこの作りがいいよね。素敵じゃんね、やっぱシンプルさいいな。僕シンプルなの好きなんかもな。まあシンプルじゃないよこの作り物自体は、全然シンプルじゃないんだけど、こうね、いいよね。わかるかな、伝わるかな。シンプルって言っときゃいいんでしょみたいに言ってるわけじゃないのよ、なんかね。お、初見さんいらっしゃい、こんにちな、こんにちな。VTuber さんの挨拶みたいだね。こんにちな、こんにちな、こんにちな。どうもどうも、いらっしゃい、チュチュ、ありがとう。初見さんアイコン変わってないって調子乗って言ってるけど、これ違う初見さんやったらどうしよう。どうもどうも。容易に構造が想像できるものってこと。ああ、素晴らしい。その言葉の選択、素晴らしい。そうです。そう、そう。そうです。なんか、バンドの楽曲でもそうなんですけど、名曲って言われるものって、めちゃくちゃ簡単そうなコードで作られている曲なんだけど、でも、どうやって作ってるか分かんないっていうのが名曲によくあるんですよ。それに近い。こう、わあすげえ、なんかシンプルでいいなー、これ作れそうだなーって思わせてるけど、作ろうとしたらどうやってるか分からないみたいな、こう細かなね、なんかあるみたいな、あーもうなんていうのかな、そういうことです。それです。いや素敵、ドッグストレージ、なるほど。あ待って、待ってモンスターハウスになってる、危ねえ、ここ危ねえ、すぐモンスターハウスになるな、ここやべえ、あそこ。今敵対はしてないんだよな。ちゃんと鉱石貯めるところもあるんだ。いいね。素敵でした。いやいやいや、こりゃいいわ。もうここだけでいいじゃん。ここだけで。最初のとこもすごかったけどさ、ここだけでも十分すごいんだけど、これ。ね。一つの、お話作れるよ。わ、ちゃんとこれ水も地形も作ってんだ、これ多分。ほら、ちゃんと水が流れ込んでる。で、V 字になってて、Y 字っていうのかな ?V 字っていうのかな、ちゃんとこうね、真ん中は水がいっぱい通るから、すり減ってんだ、土がね。これ、この先どうなってんだろう。道あそこから城からさ、城じゃない、教会か城か分かんないけど、あそこから村に続いてるでしょ?こっからも道続いてんだよね。これ行ったら、どこ行くんだろう?戻るのかな?いや、切れそう。道切れそうだね。うん、いや、でもこっちに続いてるな。すごー、ここも全部地形作ってるわ。あの川底とか。あー、恐ろしい。建築家さん恐ろしいわ。うん。何この池も作ってる、もしかしてこの段々の感じ。うわー、下真っ平らだわ。怖すぎん。ちょっと待って、こっちはもうちょっと後で行くわ。無理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 。今無理。頭が追いつかない。
こちたら実況者なもんで、都会なのでぶち殺しますよ本当に本当にね、うん、本当に今おかしいけど本当に。僕どっちから来てここまで来たんだっけ。教会がみたいな見えてきたっつって、あ、閉まるわって言ってたから、こうか、こう行っててこうだな。あ、どっちだこれ。あったら嬉しいな、エンドラのエンドポータル。あったら嬉しいんだけどな。ちゃんとなんか間を、あ、待って戻った、戻ったわけじゃないのか、今僕は追い抜いたんか。あーでもずっと水だねこの先は。もともとここ水しかないワールドに島作っていったのかな。うん、うわーすげえ、プライベートビーチあるよ。うさぎさんも見たい。うさぎいるかな。それかもしかしたらあのうさぎがあの人間、いや人間だったら逃げていくか、うさぎだったらね。そういえば統合版って結局スペクテーター消えた。あ、どうなんでしょうね。そういえばスペクテーター導入されましたよね一時ね、ひゅっと一瞬。どうなったんだろう。わあいいじゃん。あ、ちょっとこの雑草感っていうか、この緑の感じいったって思うけどいらんくないって思うけどさ。いやいや素敵素敵素晴らしい。こっちね。あーもうこれポータルなさそうだなー、この感じ。まああったとしてもだな、昨日はスペクテーターできたってことはできるんだな。あーもうずっと海だ。やっぱあのエンダードラゴンを倒してっていうワールドではないのかもしれないね。もしくは僕今この一方向に住んでるけど、この逆側とかあるかもしれないよね。あ、もうこれでワールドの切れ目だ多分。うん、ここ限界だ。あ、もうないわ。うん、ここにあのバリアブロックがあります。あーそうか、じゃあサバイバルエンドラ討伐という目的でのサバイバルはできないっぽいね。残念、また問題が発生したためって言われちゃった。マルチプレイヤーのホストが停止したって。なんだろう、ネット回線切れてんのかな、さっきから。もうネット回線切れてたから配信止まるか。そうそう、ワールドの切れ目があるっていうよりも、もともとあのなんていうの、サイズ感決めて設定してあるんだよ。だから無限じゃなくて、あのワールドがね、そうやってもともと作ってあるワールドっぽいです。だからその箱庭っていうのは確かにそうかも、いい言い方かもね。いやいいですね、素敵だね。もう戻ってきたかな、この橋が見えるということは。いや違うな、これまた別のとこだ。わー、これ制作どれぐらいかかったんだろう。まあ、なんか多少ね、いっぱい同じもので埋めるところは埋めるところで、コマンドとかでねバババッと埋めてるかもしんないけど、細かーな作りに関してはそんなわけにいかないだろうからね。いやサバイバルしたかったなここね。まあできるんだろうけどね、しようと思えば。目的かなー。まあここいいじゃん、入江の感じ。ここね素敵、ビーチできそう。なんかちょっと高級ホテル建てたら儲かりそうだよね。補助ツール使ってたら1週間くらいでできそう。あ、そんなもんなんですね。へえ、ちょっと僕もうその感覚わかんないわ。姉さんはね、いや姉さんはね多分あるとは思うね、あるとは思うんだけど、その多分ネザーは普通にネザーなのかなとは思うよ。ちょっと行ってみようか、せっかくだから。ネザーゲー、ネザーゲー黒曜石だよな。あ、
ってね、火打ち石って武器か。で、ネザーゲート、ネザーゲート黒曜石ってどこあった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 。よし、贅沢使いね。あれ違う、変な形になっちゃった。よし、あれちっちゃいな。もう一個上か。生きってこんな作り方するかな。こうだな、ポチとな。じゃあ行きましょう、レッツゴー。重そう。あ、なに、あ、待って、帰っちゃった。あ、今クリエイティブだからか、すぐ入っちゃうんだな。もう一回。うわ、読み込みすごい。普通にネザー。普通にネザーだな。うん、Nライトに出てきちゃった、しかも。普通にネザーです。変わりはないね。なんかね、僕一つのシリーズ、わーおー、とんでもないとこに来ちゃいました。ネザーでちょっとサバイバルもしたいんだよなー。ねー、ネザーでサバイバルしたいよね。これはひどい。いや、ここはまあしゃあないっすね。もともと概要欄とかにもネザーがどうのとは書いてなかったんで、まあまあしゃあないな。いや、こう面白いな。ピグニー要塞だったね。いいね。いや、サバイバルだったら即死の場所だったね。ガストに打ち込まれて終わるね。これどうやって変えればいいのかな。コンパスだな、多分初期リスに変えるなら。いや、でもワールド自体はマジですごくいいよ。素敵なワールドだよ。スポーン地点もね。ここ何、あ、こういう地形なのか。なるほどなるほど。スラッシュキルね。それ僕まだ前からやり始めた頃にアナーキーサバで遊んでた時とか、わあこれどうやって行けばいいんだ、もう元戻れねーとか帰れねーって言ってる時、あ、スラッシュキルっていうコマンド打てば帰れますよっつって間違えてやったりしてましたね。そんなんがあるんですか、やってみますねっつって、で死んでチャット欄で大笑いされるっていう流れね、うん、何がおもろかったんやろな、 やらしてる方も、うん、いや素敵だ。おお、装備あるじゃん、亀のなんだこれ、亀のなんちゃら、うん、人、うん、亀の頭、いいよね。いや素敵だ、こういうワールドってことですね。うんうん、いいじゃんね、素敵なキノコに囲まれたワールド。ここでなんか、そうだな、何ができるかな。なんかやりてえな。まあでもやるとしたら一人よりも何人かいてとかわちゃわちゃしてる感じの方がいいよね。目的を持って何かするっていう感じじゃないよね。でもここってもう村自体があるからね。
おビビいらっしゃい、こんにちは、ありがとう、チュチュいらっしゃい、ありがとう、サンキューサンキュー。いや可愛すぎるんだよな、屋根が可愛いな。これどうなってんの、屋根の縁は作ってここ抜いてんだろうな多分。でここにこの苔みたいなやつを置いてやってんのか。スーパーフラットにする実況動画とかどう、これをこのワールドをスーパーフラットにする実況動画、バカじゃないのいやでもちょっとおもろいかも、いやちょっとおもろいかもな。いやでもこの山スーパーフラットって、いやまあ1ヶ月とかの周期で考えたら面白いかもな。結構1ヶ月、まあこれ全部のワールドは無理よ、無理だけど、ここのこの見えてる範囲、何ちゃん区分か分からんけど、見えてる範囲の部分だけハイフワールドスーパーフラットにしてみた。で1ヶ月配信したらちょっとは見に来るかもな。面白いかもね。お、ゆうやくんいらっしゃ、長いな。ゆうやくんだよ、今めっちゃ暇だ。ゆうやくんいらっしゃい、ありがとう。ちょちょいらっしゃい。700人おめでとう。あ、ほんと ?700 人になってる?ありがとう。サンキュー。お知らせありがとう。サンキュー。ちょちょ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。700人か。すごいね。700人ってもう、ライブハウスとか、パンパンになるもんね。そう考えたらすごい人数だよね。大学、いや、学校の1学年分とかよりも多いのかな、今だったら。昔の僕の世代だったらね、1学年分もないけど。すごい人数だよね、700人って。考えらんないよね。え、3ヶ月分の作業が編集で10秒になるやつや。いや、僕もちょっと思ったんですよ。そう、動画にするとそうなっちゃうの。動画にすると、作業してるとこなんか見たくないから、早送りして、なんか10秒、まあ、10秒とは言わずとも、すっげえ短い動画に。でも、3分以上にはならんだろうな。だってただ削ってるだけだもんね。削って埋めるだけでしょ。ひどいな、ひどい動画だ。しかも人が丹精込めて作ったね、ワールド。スーパーフラットにするために使われるっていう。で、このワールドが気に入ったら概要欄からリンク飛んでみてくださいねって。気に入るもクソもお前壊しとるやないかいっていう話だからね。いやでも実際このワールド見に行きたいなという方、統合版されてる方ね、概要欄にダウンロードのリンク貼ってますので、ぜひね見に行ってみてください。いいですよ。ここだから鬼ごっこしたりとかさ、なんかちょっとしたミニゲームするのに使うワールドとかでもいいよね。うん、ここでは商業が盛んなんでしょうね。ではめちゃくちゃ早い。チャンネル登録よろしくお願いしますって、なんか最後のエンドカードの方が長いみたいな。うん、ひどい。いや素敵だね。いや素敵なワールドだと思いますよ。でもね、なんかできねえかな、使い道なんかねえかな。あ、700人ありがとう、サンキュー、ありがとう、ありがとう。ねえ、ありがたいね、本当に。いや、素敵なことだ。どっちも素敵だ。ちょうどこのワールドどうしようかなって思ってたところで区切りが良かったね。あ、って言っても1時間半やってんのか。すごいな。もう1時間半やってたんだ。すげえって言ってる間に終わっちゃったね。このゴミ片付けとくね、僕が置いたから。よし、よし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 。あ、ここで死んだんだ僕、そういえばさっき落ちて。そうだそうだ、一応ゴミも片付けときましょう。いや可愛いワールドやったね、本当にね。ぜひ気になる方はこちらのね、ワールド遊んでみてはいかがでしょう。で、なんかもしお友達同士でさ、なんか鬼ごっこやったりだとか、そうだな、なんかね、ミニゲームしたりとか、まあお母さん、お父さん、お子さんとかで遊ぶときとかも、
このワールド使って遊んだりとか、まあ、何かしら使えると思うんで、使おうと思えばこういうのってね、うん、だから利用してやってみてもいいんじゃないですか。まあ私が作りましたって言わなければ何やってもいいと思うので、このワールド自体はね、配布ワールドなので、うん、一応概要欄にもね、自作発言は禁止みたいなことは書いてあったけど、もう誰も言わんでしょうって。まあでも言う人もいるんだろうな。何も言わなければバレないみたいなのもあるもんね。見てる人は、あ、ここ主が作ったんだろうなって思っちゃうもんね。すげーって。いや、いい島だわ、うん、これスタート地点ね。スタート地点に一旦帰りましょうか。ちょっと端からも、俺がマイクラ作ったすっごい金儲けてんだろうな。仮券全部渡しちゃったんだろうな、アホみたいに。すげえゲーム作ったんですね。ちょっとこの契約書サインだけしといてもらっていいですかっつって、利権だけ取られたんだろうな。だからマイクラを作ったという名誉は持ってるけど、権利何も持ってねえんだろうなあれ、これスタートどこだっけ。看板があるとこだったよね。あれどこだ。あれこの橋めっちゃ素敵なんだよね。これ素敵だよね。シンプルでマジで素敵。あ、ここだ。ここが最初のとこですね。よいしょ。このザ・フェイエって読むのかな。うん、お名前がちょっとわかんないけど、っていうところが、あ、っていうワールドでございます。はい、いいですね。で、これが世界中らしいですね。見えないけど、はい。そう、ここから始まります。このワールドは入るとね、よいしょ、よーし。いや、キノコがめっちゃ可愛いんだよこれ。この価格収まんねえんだよな。あ、そうか、僕飛んだらいいのか。よし、なんかいい感じで収めたいな。伝わんねえな、良さが。これ僕映ってるからだな、多分。僕が映ってなかったら多分いい感じの、うんね、これこっちの方がいいな。うん、はーい、よし。まあこういう素晴らしいワールドでした。ザ・フェイエ・ガーデンかな、うん、ちょっと読み方わかんないけど、まあ、そういう、お庭で遊ばせていただきました。というわけでご視聴ありがとうございましたいやいや楽しかったですね。ちょっと待ってね。よいしょ、はい、700人ありがとうございます。いやー、これからもね、いろいろ頑張っていきたいなと思います。まあ、本当に、なんて言うんだろうこのチャンネル登録に関してはね、視聴数関係なく、多分応援するぜっていう意味でね、見る見ない関係なく登録してくださってる方がまあほぼなので、それが再生回数なりなんなりに結びつくかって言われたらそうでもないんだけども、ただ応援してやるぜという人がね、700人いるんだなと思ったらもう心強いですよね。いや、本当にありがたいです。頑張ります、はいというわけで、ちょっと短、そうだね、いつもよりは短い時間でございましたが、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価などよろしくお願いいたします。おめでとうございます、ありがとうございます。いやいや、本当に、今後も頑張っていきたいと思います。今日ね、あと、あと2回か1回か分かんないけど、あれまだ配信ありますんで、よかったらそちらの配信もね、遊びに来てください。今日はバイオハザード RE4 やりますんで、続き、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、おじいでした。また次回の配信でお会いしましょう。じゃねー、バイバイ。